ンピオンカーニバル優勝は三冠タイトルと並んでもう一つの頂点、今なら三沢さんに勝つチャンスは十分にある、そう言い切った秋山純。春の本場所チャンピオンカーニバル、98年の主役はこの男でした。28歳と6ヶ月史上最年少優勝に王手をかけた秋山が日本プロレス界に地殻変動を巻き起こすか。秋山純優勝決定戦のリングに上がります。巻き起こる三沢コール、このチャンピオンカーニバル開幕戦で田植えに敗れいきなりピンチの三冠チャンピオン、首に腰にその膝に満身創痍の状況で耐えて忍んで優勝決定戦へ。三沢をここへ導いたもの、それは三冠王者ミスタートリプルクラウンだけのプライドです。全日本プロレスシングルプレイヤー最強を目指して三沢光晴、今リングに足を入れました。本日のメインイベント98チャンピオンカーニバル優勝決定戦時間無制限一本勝負を行います。青コーナー250ポンド秋山純、28歳6ヶ月史上最年少優勝なるか。裏コーナー255ポンド三沢光晴、三冠チャンピオン、95年以来3年ぶり2度目の優勝を目指します三沢です。98チャンピオンカーニバル優勝戦、まもなくゴングです。こちらが三冠チャンピオン三沢光晴、95年以来3年ぶりに2度目の優勝を目指します。一方初優勝がかかります秋山純。秋山98チャンピオンカーニバル、この決定戦に残ったのはたった2人、三沢と秋山、その運命のゴング打ち鳴らされました。時間は無制限の一本勝負です。まず序盤戦ドラゴンスクリュー、三沢怒った肘鉄砲、さあ三沢、おっと振り返された秋山、ジャンピングに三沢が立って、今度はエルボー乱れ打ち、こちらもテイクダウン、そしてタイガードライバーいきなり出した、カウントはカウントは2。三沢秋山序盤戦から猛ラッシュ。さあ秋山が放送席前に落ちていますが、三沢距離を取っています。これは飛ぶでしょうか、ちょっと膝を気にしています。三沢光晴このシリーズ膝を怪我しました。三沢、おっと鉄柵に振られました。おっと返すか、ただでおっと取られた、エクスプロイダーか、場外では危ないぞ、モーダンライトスープレックス、エクスプロイダーではありませんでした。荒れる本場所、春の本場所98チャンピオンカーニバル王者の祭典優勝決定戦、三沢対秋山、放送席解説はジャイアント馬場さんです。さて馬場さん、この優勝決定戦、三沢秋山ともに序盤戦から激しい動きになりました。そうですね、秋山はねやっぱりいつもの手をじゃなく、はい、変えていかなきゃチャンスがないと思うんですね。その辺り今の赤コーナーのトップからの攻撃にも伺い見ることができます。確かに秋山、こう今までの秋山、確かに若者らしいはつらつとした激しいファイト持ち味なんですが、このラッシュのかけ方、意気込みを感じますね。いつもね本当に優等生のレスリングをしているんですよね、はい、ですからそういう技的なものになるとやっぱり三沢はそれにはついていくというか分かっていますからね、はい、ですから秋山らしからの、今までの秋山らしからの秋山が試合をするといいと思うんですがね、そのあたりこの序盤戦から、おっと距離を置いた、三沢飛んでくるか、おっとこれは秋山冷静に避けました。三沢光晴と秋山純、序盤戦から激しい攻防です。
どちらもラッシュをかけてきました。はい、三沢の膝が悪いですから、そこをやっぱり秋山としては狙わなきゃいけないんですね。はい、もうしょっぱなにこう、ね、膝を狙っていきましたから、はい、今までの秋山だとそれはなかったんですよね。うん、ですからそれは、ね、決して悪いことじゃないんですよね。はい、この三沢秋山ともにチャンピオンカーニバル公式戦は8勝1敗3引き分け勝ち点19でこの優勝決定戦に駒を進めました。その間に三沢は右手薬指の靭帯を切りました。膝も怪我をしております。ファイトラリアット、着地はどうか。三沢ちょっと膝を気にしました。ここでカバーです。こういう技をいっぱいやりますからね、膝がねいいわけないですよね。はい、この三沢の怪我なんですが3月の31日対泉田戦でまず右手の薬指靭帯を断裂しました。そして4月の6日対エース戦で左足膝蓋骨骨折、これは左足の膝の、まあ、お皿の下側のあたりなんですが、この骨が欠けたということで現在この左膝分厚いサポーターが巻かれております。跳躍の時など踏ん張りが効かないということはないということですが、ただ打つときに衝撃が走る。ですから三沢にとっては空中殺法などをしたときに着地に気を使うということであります。この三沢は95年ではチャンピオンカーニバル初優勝を成し遂げました。そのときにも左目眼底骨折をしておりました。このチャンピオンカーニバル三沢にとってはレスラーと同様に怪我も大敵でありますが、その怪我を克服しての3年前の初優勝でありました三沢、それ以来の優勝を狙っています。そして一方こちらが秋山純、初めての決勝進出、28歳と6ヶ月史上最年少での優勝がかかっています。エルボーの打ち合い、ロープに飛んだ、そしてエルボー、三沢もお返し、もう一度秋山か三沢か、ダウンしたのは秋山でした。見応えのあるエルボーの打ち合いです。こちらが秋山、秋山もこのチャンピオンカーニバル8勝1敗3引き分け勝ち点19、堂々この優勝決定戦に駒を進めました。馬場さん、この秋山のリーグ戦の戦いぶり堂々としたものでした。そうですね、はい、スタンハンセンがスピードもついてきましたし、はい、体も大きくなってきましたし、それでまあ自信もついてきたでしょうね。なるほど、今日でね、また一つ自信がつくと思うんですね。はい、そういった意味でもこの、おっとドラゴンスクリューか、ドラゴンスクリュー、三沢痛めている左膝、衝撃が、そして稲妻が三沢の体を駆け巡ります。秋山純、相手の弱点を攻めるのが勝負の常道とはいえ、序盤戦から凄まじいラッシュ、もう三沢の額には汗びっしょり、油汗か、チャンピオン三沢、このチャンピオンカーニバルシングルプレイヤーの最強を争います。今年は日本レスラー、そして外国人レスラー合わせて13人が参加しました。さあ今度はエプロンサイド、ロープ越しでのブレインバスターの打ち合いになります。さあおっと、あーっと今度は低空のドロップキック、これも左膝、徹底的に優勝を狙いに行きます秋山、悶絶三沢、ね、はい、非常にいいですよ秋山としては、はい、やっぱりこういうね攻撃をねこれからもしていかなきゃいけないです。例えば三沢でなくてもですね、この今まで本当にクリーンなファイトが多く、おっと今度はニークラッシャーか、ニークラッシャーか、ゴチューンという音がしました。分厚いサポーターはしておりますが、この左膝、改めて申し上げておきますが、三沢は左膝の骨を折っています。骨が欠けています。あー、さらに左膝、鉄柵攻撃、鉄柵攻撃、あーっと、あくまで優勝のためにはなりふり構いません、秋山、悶絶三沢、
沸き起こる三沢コール、日本武道館超満員16,300人です。98年のチャンピオンカーニバル優勝決定戦、ここで三沢をマットに戻します。さあ秋山、このリーグ戦では初めてハンセンに勝ちました。そして公式戦では三沢と初めてドロー、小橋ともドロー、実りの多いこのリーグ戦チャンピオンカーニバル、とどめはこの優勝決定戦、三沢から初めて勝利をもぎ取って初優勝を成し遂げるかどうか。秋山必要に左膝を攻撃していきます。秋山純です。28歳と6ヶ月史上最年少の優勝がかかります。過去の最年少優勝はジャンボ鶴田1980年のチャンピオンカーニバル、あの時は29歳と2ヶ月でした。三沢の初優勝は32歳95年、そして川田俊明の初優勝は94年の30歳、それを大きく上回る記録、歴史を作ることができるか。秋山です。背中が見えている三沢、このリーグ戦に痛めました左膝を重点的に攻められています。グラウンドの展開です。この秋山と三沢、シングルマッチでは過去9戦しています。三沢の8勝1引き分けです。この1引き分けがこの今年のチャンピオンカーニバル公式戦でした。そして過去3冠戦では2度対戦している三沢と秋山、去年の9月初めて秋山は3冠戦に挑みました。その時の相手が三沢、そして今年の1月も3冠戦で三沢と相対しております。三沢と戦うことで一皮も二皮も向けてきたこの秋山純、このチャンピオンカーニバルの優勝戦、また三沢と相まみえております。さあ今度はサソリ固めの体勢に入ります。ステップオーバーしたサソリ固め、これも三沢の左膝、まさにねじり切らんばかりの攻撃であります。現在1年と3ヶ月三冠チャンピオンとして連続防衛8回、長期政権を築いている三沢光晴、日本プロレス界の最強の栄誉、三冠タイトルを持っている三沢がこのシングルプレイヤー最強を決めるチャンピオンカーニバルでの優勝以外目に入らないはずです。三沢にとっては95年優勝以来2度目の優勝で 5.1 東京ドーム大会、川田を挑戦者に迎えての三冠統一ヘビー級選手権試合に臨みたいところです。その前に今日は大きく大きく立ちはだかっている秋山、あっと今度は足4の字固め、この辺り馬場さん、やはり秋山もいくらでも膝を痛めつけるためなら攻撃出してきます。いやこれはね、もうこれがいいんです。こういう攻めをしなかったらね、全然秋山に勝ち目もないし、試合運びの下手さということは指摘しなきゃいけない。なるほど、今日はね素晴らしいですよ、こうやって足をね一箇所狙ったところをずっと攻めていくっていうのは、ね、はい、これは本当にね理にかなったことで、ね、素晴らしいですよ。まさに反則をしているわけでも何でもないですからね、この秋山のこの優勝、この一戦にかける勝利への執念、こういったものがひしひしと伝わってまいります。そしてまあ三沢が今こうやってこらえてますから、はい、まだ十分じゃないでしょうね。なるほど、まあこういったあたり三冠三沢はね、痛いもの、はい、痛いことをねもうあんまり口にも顔にも出しませんからね。そのあたり本当のところ膝の具合はどうなのか。しかし三冠チャンピオンとして連続防衛8回百戦錬磨の三沢、こういったピンチ今日は何度となく体験してまいりました。あーっとちょっと左足が三沢つけないような状態ですが、しかし三沢には何といってもここぞという時の、あっとドラゴンスクリューか、おっとエルボー、エルボー、おーミサイルキック、ミサイルキックだ。左膝は痛いはずですが、チャンピオンここはあえてミサイルキックを打ち込んできました。3月21日開幕しましたこのチャンピオンカーニバル、
1回戦総当たりのリーグ戦全78試合が行われました。勝ち点上位2人がこの三沢と秋山、1ヶ月のロングラン、おーっと十分な反動から顎を砕きに行きました。今年はこの秋山、小橋、そして三沢、川田、こういったところを中心に大混戦が続いたチャンピオンカーニバル優勝決定戦。さあ今度は三沢がフェイスロックに入りました。ロープまではまだかなり距離があります。今1メートルを切りました。残り50センチ、秋山サードロープに足が届くか、ロープブレイクか、ロープブレイク。首投げからエルボーを打ち込んで、そしてフェイスクラッシャーか、お今度は足を両足をフックしました三沢。ここに来て徐々に三沢が自分の得意技フェイスロックから流れをつかみに行きます。おっとちょっと秋山の口が開いています。大量の唾液が口の中から漏れました。28歳と6ヶ月秋山純、一方三沢は35歳、今年年男です。虎年ドア2、すでに全身汗びっしょりの三沢立ち上がりました。今は左足を地につけております。お、そしてタイガードライバーの体勢か、2発目打っていきました。サーブドア2、今のタイガードライバーを見ていますとまだ三沢の左膝踏ん張りは効くようです。三沢が先に立ち上がりました。 5.1 東京ドームで三冠戦9回目の防衛を控えている。あーっと天空ドロップキック、これ素晴らしいですね。今秋山のこの瞬間の蹴りはね、これで相手に傾きつつある流れが一気に秋山にぐっと引き寄せられます。この辺り三沢にとっては、ね、はい、続きませんからね、今この時間帯。そして今度はドラゴンスクリューか、三沢ゴーッとドラゴンスクリュー、非常に苦しい戦いを強いられています三沢。三冠チャンピオンとしてシングルプレイヤー最強を決めるこのシリーズ、負けることは許されません。しかしその三沢にとっては大ピンチ。15分経過、この試合は優勝決定戦、時間無制限の一本勝負です。ハーフブランディング式、コーナーから膝とともに三沢の顔面へ。いや、こういったあたりのえげつなさ、秋山の成長を感じます。そして今度はベルドッキングヘッドロック、カバーに入りました。まあ、怪我ということでは左膝注目されますが、三沢ほとんど年間を通して首、それから腰にも爆弾を抱えております。お、そしてこれはあーっとダブルアーム式、ダブルアーム式で DDT を打っていきました。そしてこれは青コーナーから何を持ってくるのか、秋山ミサイルキックか、それともエルボーか、エルボーだ、後頭部1日、東京ドームで三冠戦に挑む三沢、チャンピオンカーニバルの優勝を逃して挑んでしまうのか。さあ秋山初優勝、おっとっと、しかしバックを取った、ジャーマン投げして、そして距離を取った、低空ドロップキック、さらにエクスプロイダーだ、エクスプロイダー、ラッシュした、ラッシュラッシュラッシュ、
馬場さんどうですか。秋山が休まないで行かなきゃいけないです、さあその馬場さんの声が今と同じ技でいいですからね、もう一遍やんなきゃいけないですね。一度馬がダメなら二度目があるさ秋山。さあ青コーナーのトップ三沢の表情を伺いながら登った。三沢大ピンチ、秋山大チャンス、ダイビングリーからそしてエクスプロイダーに集めきらめくブルー初優勝になったか。カウント2、三沢返しました。さあしかし秋山大チャンス、距離を取った、あっとエルモカウント、三冠チャンピオンのエルモがクロスカウンターで入りました。そしてバックを取った三沢、ハンドをつけてジャーマン投げっぱなし、立ったのは三沢、立ったのは三沢です。さあ今三沢を立たせているもの、それは三冠チャンピオンのプライド、ただそれだけであります。バックを取った秋山、カットする、バックを取ってジャーマン、そしてスープレックスホールド、カウントは2、2発のジャーマン秋山にも効いています。先に立ったのはここで三沢なんです。先に立ったのは三沢、去年は優勝決定巴戦で川田にホールを奪われて川田の優勝を甘んじて許す結果になりました三沢。さあ3年ぶりの優勝へ向けてタイガースープレックス、カウントは2つ、さあここで大きな技を出してきました三沢。これは秋山ファンとしては秋山に先に立ち上がってほしいところですが、どうやら三沢が先に立ちそうです。この秋山も 5.1 東京ドームでは専修大学のオープン対決、長谷博士とのシングル対決が待っています。そのドームへ向けて史上最年少の初優勝で弾みをつけて臨みたい秋山です。しかし三沢の壁は厚いのか、おっそして今ようやくカバー、さあどうか、カウントは2、去年の9月初めて日本武道館で三冠タイトルに挑戦しました秋山、あの時は三沢を相手にはっきり言って何をしたのか覚えていないほどの緊張感を味わいました。しかし今日の秋山は違います。エクスプロイダー引っ込みた、さあ快挙成し遂げたか、カウントは2、しかしまだあります、まだある、まだある、おっと三沢ローリングエルボー、もう一度右から左からエルボー、なぎ倒しました。この優勝決定戦は時間無制限です。ダブルアームに捉えました、タイガードライバーか、おっと浴びせ蹴り、さあタイガードライバーを持ってくる、今日3発目、さあ秋山どうか返せるか、そしたそうですね、三沢も何が出るか分かりませんからね、はい、本当にもう何とも言えませんね。3年ぶり2度目の栄冠ダッシュなりました。これで三沢ミツカルはチャンピオンカーニバル覇者として、そして三冠チャンピオンとして5月1日東京ドームメインで川田俊明と9度目の防衛戦を迎えることになります。苦
しい苦しいチャンピオンカーニバルを制しました。ミサール・チャール右手薬指靭帯断裂がありました。そして左膝骨折がありました。そのハンデを跳ねのけて28歳6ヶ月史上最年少優勝を狙った秋山龍を退けました。それにしてもね、はい、今日の秋山の攻撃は素晴らしかったですね、今までにない秋山が出ましたからね、はい、これからのまた三冠に挑戦したりしていくと思いますがね、はい、本当にこれから三冠のチャンスも出てくるんじゃないですかね、クラッシュできるね、はい、チャンス。その勝つことへの執念という意味で非常な成長が見られた試合でしたね。こういう、少しはね、出れてないなというところを出さなきゃね、はい、ダメですよ。今日は非常に良かったと思いますね、敗れはしましたが、この秋山純史上最年少で挑んだ初優勝となりませんでしたが、勝利への執念が本当によく伝わってくる試合でした。健闘を称えたいと思います。勝負タイム22分05秒三沢光晴、3年ぶり2度目の栄冠奪取、チャンピオンカーニバルを制して東京ドーム大会に乗り組むことになります。今そしてこのチャンピオンカーニバル覇者三沢光晴、2度目の大トロフィーを手にします。開幕の頃にはまだ九州にあった桜前線も今では津軽海峡を渡ろうとしています。春の戦は長丁場、1ヶ月間を戦い抜いて見事この98チャンピオンカーニバルを制したのは三冠チャンピオンの三沢光晴でした。今若きチャレンジャー秋山とがっちりと握手を交わしました。それにしてもこれで18回目を迎えたチャンピオンカーニバル、その歴史にもう一つ名勝負、その名にふさわしい戦いでありました優勝決定戦、優勝は三沢光晴でした。